お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよね、は、鈴木大輔による日本のライトノベル。イラストは、純月花が担当。2010年12月から2019年1月まで、MF 文庫 J より刊行された。略称は、お似合い。2018年12月時点で、シリーズ累計発行部数は125万部を突破しているメディアミックス展開として、 月刊コミックアライブ2011年12月号から2015年7月号まで、六章黒羽による漫画家作品が連載され、2012年10月から12月にかけてテレビアニメが放送された。日本国外において翻訳版も刊行されている。とある事情で離れ離れになっていた、兄弟姫、正治明人と姫小路明子。 妹のアキコは兄であるアキヒトとの再会を切に願っていた。そんなある日、兄のアキヒトが東京都の私立生、リリアナ学園に転校してきた。アキコは6年ぶりに再会を果たし一つ屋根の下、平穏な生活を送っていく予定だった。そう、予定だったのだが、現実はそううまくいかず、二人の生活を邪魔するかのように、 生徒会長の二階堂嵐や金髪ツインテ、美少女副会長のナスゲンアナスタシア、小学時代の幼馴染、猿渡り銀米春芯までもが、寮に引っ越してくる。秋子は考えました。お兄ちゃん、なぜ、覗きに来てくれないのですか波乱の日常を描いた、学園ラブコメディ開幕担当声優は、ドラマ CD 版とテレビアニメ版のもの。秋人の小説。 禁じられた愛の物語シリーズに登場するキャラクター。同作は基本的に日本を舞台としているが、フランスを舞台とした涙のシャンゼリゼなどもあり、作品ごとにキャラクター設定を若干変更している。第2巻及び同じく鈴木の作品で、富士見ファンタジア文庫レーベルで出版されるニート吸血鬼江藤さん第1巻の発売に際しては、 メディアファクトリーと藤見処房2社の共同企画、ニート吸血鬼だけど、愛さえあれば関係ないよね、キャンペーンが開催され、両作品のクロスオーバー短編が、携帯電話特設ページ上で、無料公開された。第7巻には鈴木による書き下ろし脚本のドラマ CD が付属した、特装版も用意された。また、台湾、韓国、中国においてそれぞれ翻訳版が刊行されている。 発売日については、月刊コミックアライブオフィシャルウェブサイトを参照。お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよね。メディアファクトリーより観光。全7巻。作画は6章黒羽。原作とほとんど最悪漫画家。先駆け。お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよね。メディアファクトリーより観光。期間1巻。作画は山根れ。スピンオフ漫画。 ストーリーは生徒会の活動が中心。月刊コミックアライブ2013年3月号の掲載文を最後に救済。2012年5月にテレビアニメ化が発表され、それと並び原作第7巻の特装版に同梱されるドラマ CD の担当声優について、新人の木所も武器を姫、庄司・秋子役で起用することが公表された。 2012年10月から12月まで ATX、東京 m x サンテレビ、BS11 にて放送された。全12話。本作品の特徴として OP 前のアバンが他のアニメ作品と比べてかなり長くなっており、また A パートと B パートの長さが各は不規則となっている。原作では、秋人と秋子の同居からヒロインたち全員との 共同生活までの流れが順に描かれるが、アニメでは第1話の秋人と秋子の生活が始まった後から、ヒロインたち全員との共同生活までの流れが省略され、いきなり共同生活の場面に入っている。各話の正確なサブタイトルは、A パート終了後のアイキャッチ時に明らかになる。新作アニメ映像だけど何も文句ないよね、は、DVD& ブルーレイ各巻に、 収録の短編エピソード。第1話で登場した、秋ここ町は、秋田小町コラボ前として、実際に発売された。ディスクの仕様は、スーパーピクチャーレーベルで、このた毎回特典として、河村康介による、脱衣ジャケット、新作 OVA、ノンクレジット OP、番線映像が収録されている。初回生産特典として、河村康介と純月家による、 スリーブボックス、ドラマ CD、河村と純月作の2枚のポストカードが同梱。ラジオだけど、みんなの愛さえあれば関係ないよね、のタイトルで、2012年10月2日から2013年1月29日まで、音泉、響きラジオステーションにて毎週火曜に配信された。パーソナリティは木所もぶき、下田あさみ。カードコレクションアプリ。 嫁これにて2013年4月9日に、姫、正治明子、同年5月21日に、ナスゲンア・アナスタシア、同年6月21日に、猿渡り銀部へ春心が配信された。ありがとうございます。